しもあなたが見えなくなって。第14回目、カラーボイス、第2部ようこそお越しくださいました。ちょっと今日ね、第2部高見さんいませんけれども、我々3人で紡いでいこうと、しっかりと受け取っていただけたらと思います。最後までよろしく。メロディー泣かないで、会いたいよ会いたいよ、ここに来たんだ。やっぱ本職ベーシストやねんもんな、一応ね、うん、なんならすみちゃんも、ね、そう、2人ともベーシストなんです。この人ピアニストじゃないっていうところが、わけがわからん今、ね、俺がおる場所はここだ。君だけのラブソングを今歌おう、進み続けていたいよ、なのになのに君の儚さを乗せて歌うからリオ。タカさんが乗り気なんです。そうです、10月15の金曜日だと思います。ちょっと詳細云々はまた追ってにさせていただきたいなと、その世の中の云々もありますし、有観客なのか配信だけなのか、うん、縦の糸はあなた、横の糸は私、涙枯れるその日まで日陰になるわ、ここに僕らの旗を、ここに僕らの旗を。